いや、ハロー、こんばんは。はい、現在8月25日水曜午前2時26分です。さあ、今日もね、12時過ぎにはうちの母が寝てくれたんで、そこからキルラキル23話見て、画像を拾って感想を書いて、そこからキルラキル最終回見て、また画像を拾って感想を書いてと、ね、もう2時間ぐらいかかります、これで。キルラキル熱かったですね。さあ、ということで、ここからは悠久のは勇者であるの、あの2週目のリクエストをいただいてますんでね、5話ですね、見ていこうかと思いますが、前回残してる、去年の12月27日に残してる僕の感想がですね、バーテックス残りの7体が一斉に襲ってくるピンチ、三州中学勇者部はエンジンを組んで迎え撃つもめちゃくちゃ強くてみんな大ピンチ、カリンは剣が折れてしまい、他のみんなも攻撃を受けてダメージを受ける、死にかけの風が満開を発動し起死回生かと思いきや、バーテックスがなんと合体、いけつない大ピンチでしたが、ユーナとミモリの命がけの攻撃によりなんとか撃破。宇宙空間に飛ばされてた2人はミモリの力で巨大花びらに包まれながら超速で大気圏を突入し地面に激突か。イツキが力を振り絞り着地させるも力尽きる。カリン以外死んだのか。あのカリンが泣いた。しかしなんとか生きてた、みんな安心した。めっちゃハラハラドキドキな5話でしたが、まだ5話でこれやと今後もっと心臓に悪い転換になりそうって書いてますね。去年の12月27日23時14分34秒にで、オープニングにカリンが追加されてましたと、はい、というのが感想です。はい、じゃあ今からです、ね、2週目の5話見ていきますが、自己紹介ですね。はい、僕は町大道芸にハマっています。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、テレビには25回ぐらい出ております。でやればできる、諦めない、これを伝えたくてね、主に子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響でイベントがなくて1年半ほど事実上の無職状態、貯金切り崩して生活してますが、節約を兼ねて家にずっといます。そんな中アニメにハマってですね、約1年5ヶ月でおよそ410作アニメ見てきました。で、気づけばアニメリアク職人と名乗りリアクターやってますが、でっかいハンデがあります、リアクターとしてはね。はい、ここもともと僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですが、2017年の9月に東京に住んでたうちの母にいろいろあって向こうで住めなくなりまして、うち、に来ました。僕は独身なんでね、僕だけが唯一の、はい、条件としては僕は、世帯主なので家賃光熱費、更新料などなどは僕が払う、その代わり食費とその他を払ってくれという約束のもと、母はうちに住んでます。はい、すぐそこで寝てるんで声出せません。で、いる間は基本的に撮影無理です。はい、そんな制限のある中でね、なんとかやってます。はい、やればできる、諦めない、伝えたくて僕は会社員辞めてパフォーマーになりましたんで、今はね、もうアニメリアクターをガチで真剣にやってますんで、そこから皆さんにね、やればできる、諦めない、これをね、感じ取っていただけるように気合と根性と工夫を凝らしてアニメ見てますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、でも僕の本職を当然知ってもらいたい、そっちを知っていただきたいので、まあ、僕のホームページ、SNS 各種 PV など見てください。あの子供たちが喜ぶ姿、めっちゃ可愛いですからね。はい、あとは僕のね、世界唯一の技もぜひ動画で見てください。お願いします。はい、すいません、ちょっと前置きめちゃめちゃ長くなってしまって申し訳ないですけども。はい、じゃあ、勇気よりは勇者である2週目の5話いきたいと思います。D アニメストアですね。はい、ではいきましょう。はい、3、2、1、スタート。サプリマシマシだわ、ヨチル決めとくって言い方、あれ、こんなことしたっけ、ユウナがこちょこちょしてる、そっか、もうアバンで変身してたんやね。さあ、これが、カリンの初変身シーンかな。
僕は三好かりんが一番好きです。いつきの変身シーン可愛いですね。三森の変身はちょっとここが強調されるのがね、なんとも。なぜか三森はここが強調されますよね。ああ、でもこの三分割の変身シーンかっこいいな。気持ち悪いバーテックス、改めて見ると気持ち悪いですねこれね。エンジンやね。エンジンを組んで迎え撃つって書いてます。このカリンのこういうとこめっちゃ好き。そうか、好きな子残ってくるから死ぬんじゃないわ、ゆじだんや。肉ぶっかけうどん。それね。みんなを国を守りましょう、三森の言葉。このね、悠久の勇者であるの、この一期の、何じゃっけ、タイトル忘れた、本当の話、違う、本当の話じゃないね。この歌はね、練習中に何回も流してました、ヘビーローテーションで。なんか当時ね、去年の12月とかは、見たアニメのオープニング気に入ったやつをね、ひたすら流しながら練習してました。この深い歌詞ですね。真実ほど人を魅了するものはないけど、真実ほど人に残酷な、あ、星と花や、本当の話で、人に残酷なものもないのだろう。あ、ここの歌詞ね、印象的ですね。この2週目は1週目にリアクション取らなかったところを挙げてますん でもちろん去年の12月27日とか見てるんで、そんなに鮮明には覚えてません。はい、それでは5話2週目です。困難に打ち勝つ第5話ですね。出陣東郷さん、今気づいた、獅子型とか水亀型とか星座の形してんねんな。これは何型や。そうか、あっさり一匹目を。これ勇者パンチやったっけ。そうね、言うなら勇者パンチと三森の狙撃で、あ、これでピラーンってなったな。
ちょっとあのいいこれイヤホンで聞いたら結構キーンってくるなこれ。あ、そっかミモリのとこにもう一匹来てたんか。音はみんなに幸せするもの。そうか、いつきがここで、いつきが音ベルをあれか止めたんよねこれ。おお、ふ、あ、そうか、ふう、一人で2匹切ったね。3匹。あれ、あ、これ何だっけ、消えた。これ魚型か。これは合体したんや、合体したんや、そや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 、合体したんや。そこは狩りの剣折れたって書いてたな。おお、狩りやられた。いつきも今のミモリもやね。ああ、そっか、全員ピンチはこういうことか。え、ほんでどうやったっけ。あれ、風が水に閉じ込められたんかこれ。あ、ここであれか、風が満開を、そうや、ここで満開掴むんやね。そうや、これが初満開や。風は耳が聞こえなくなったっけ。どこやったっけな、満開ね。確かカリンだけが最後まで満開使わへんかったよな。あれ、ほんとこれ、フー一人でこの合体バーテックス倒すんやったっけな。あれ、これミモリも、これミモリも満開か。あれ、これミモリも満開やったんかな。見たま一撃や。妙な散り方。これって伏線やったっけ。あ、ちっちゃいバーテックス双子型。
これは、これ、あれ、これ、いつきも満開してた、もしかして。これ全員満開してたんかな、ここで。そうか、これ、いつきが。バラバラや。そうか、いつきが言うなためもりと、あ、全然違う感想書いてるわ。いつきが倒したんやな、これ。ってことはここで3人満開使ってるな。あれ、これなんや。こんなフリーザのデスボールみたいなのあったんか。これ全員で封印するんやったか。あ、満開が解けた。あれ、こんなでっかい、これ見たまでかいの、これ。地球レベルのでかさやん。こんなんあったか。こんな宇宙やな。これどうやって倒したっけ。そっか、だ、自分が書いてるような飲み物の活躍ってこれやな。そういうことか。ユーナとミモリの命がけの攻撃をなんとか撃破って書いてるのはここか。カウントダウン。ちょ、むちゃくちゃでかいな、この見たま。わ、なんかいっぱい飛んできたぞ。あ、見たまが攻撃を。もうめっちゃ来てるやん。いいね、この手握ってんのいいな。これってどうやって撃破したっけ。勇者パンチやったかな。
こう見るとここに桜の花びらのあれついとるね、ちゃんと。あ、ユーナも満開使ってたんか、ここで。そうか、ほんで勇者パンチか、満開勇者パンチか。そうか、みんな満開使ってたんや。三森の、三森落ちてった、満開解けたな。なるべく諦めないね、なるべく諦めない、うん、なせば大抵なんとかなるやったっけ。そうやね、めっちゃ綺麗。ほんでこれをいつきが受け止めるの。いつきが力、ああそうだ、これが花びらってのは。花びら減ってるかな。そっか、この花びらは三森が残したやつだね。神獣様が守ってくださるか。この時はそう思ってるよね。そっか、この5話で五木、五木じゃないわ、カリン以外全員満開使ってたんやな。これをどうやって、あ、いつきがそうか、ワイヤーで止めようとしたんか。ナイス根性。カリンがいつき褒めてたんか。カリンがいつきを褒めてた。サプリ決めとけば。ちょっとこの後の樹のことが分かってるだけに、カリンが泣いてる。そや書いてた、カリンが泣いてるんよこれ。全員がこのギリギリの力で手を挙げてんのがいいね。カリン、カリン、あ、屋上や。
美人革命家。あれ？ああ、カリンに電話か。すべて殲滅しました。そうか、これで12体全部倒したと思ってたけど、なんやね。あれ、ヨシテルって肝付金田さんやったんや。いました。肝付金田さんって亡くならはったっけ。だからちょっと前回僕が書いた感想を読み返すと、風だけが満開した風に書いてますけど、カリン以外全員満開使ってましたね。でちょっとほんまにまだ1回しか見てないんで、8ヶ月前に。まあ、あのユーラは確か味覚がなくなりましたね。でミモリは耳聴覚やったかな、ミモリで。いつか声がね、雑に声で9話でちょっと最悪なことになって、フーは目やったかな、左目やったかな、どうだったっけな。ちなみに僕はあの1周目のね、またリアクション動画をまたよかったら見ていただきたいんですけども、言ってるかな、これ見たあの理由が、タイトルがおもろそうやったからなんですよね。結城優菜は勇者であるっていう、どんなタイトルやねん思って、ほんで見たらまさかのうつアニメやって、もうメンタルやられまくったっていう。はい、では5話終わりで、次回予告。満開の後遺症、静まれ私の向きであるんだ。何だっけ、明日に期待して。どうやったかな。はい、まあ、またあの次リクエストをいただいているのが7話ですね、2週目ですけども。いやー、そうか、カリン以外全員満開使ってたのね。ここでミモリは、耳やったっけ、どうやったっけな。もう足はすでにね、あの、まあ、後に分かりますけど、いや、あの、この後分かってると5はきついな。ちょっとね、だ初見はだからもう満開のそのね、当然こういう人のが知らんし、おおって多分なってたと思います、5話は。もちろんリアクション取ってないんでね、感想しか残ってませんけども。確かあの、まあ感想に、まあ、この頃まだそんなに感想長く書いてなかったんで、今も感想とかあったこと羅列でもないな、結構細かく書いてるんで、だからそれで感想書くの20分ぐらいかかってるんですけども、そのなんかあの例えばあの過去の、動画にコメントいただいた時とかに、その感想を読んだら、あ、こういう内容やったってのが分かるようにしようと思って細かく書くようにし始めたんですよ。まあ、そうですし、ちょっとまだ去年はそこまで細かく書いてなかったんで、この自分の残した感想だけ見ると、風だけが満開使った風になってましたけどね、全員使ってたな。はい、まあ、ということで次はですね、7話の2周目撮りたいと思います。とりあえずキルラキル見終わったんで、まあ、次何見ようかなって感じですけども、とりあえず今のところはね、撮影リクエストはまあいろいろいただいてますけども、ちょっとあの結城優菜は勇者である2周目と並行していかんとはあかんので、ちょっと考えながら弾きたいかなと思います。はい、ということで2周目ですけども、結城優菜は勇者であるの5話でした。どうもありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録また高評価などいただけると嬉しいです。はい、どうもありがとうございました。以上、まちゃとけハマーでした。それでは。